先生、ドメキ、今日は犬同士腹を割って話そうじゃないか。七子さん、ヒゲがチクチクします。腹を割って何を話すんだ。そりゃ犬頃になっちまっていろいろあるだろう。頭の俺を呼ぶ声がよく聞こえます。おお、確かに耳とか鼻とかすげえ敏感になってやがる。そうそう、盗み聞きがすげえはかどるのな。よあ、待って、今のなし。